はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと時間がないんですけれども、 Yesterday with me を撮っていきたいなっていうふうに思っております。ちょっと今日は、クイックバージョンでお届けします。あと1時間ぐらいしかなくてどうしようかなと思ったんですけど、ちょっと撮ることにしました。多分これが上がってるということは私は間に合っているということ、間に合いそうになかったら本当に撮影をやめて多分ダッシュでやるので急ぎになりますが、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでもう早速メイクからやっていきます。最近私このファンデ使ってるんですけど、メイベリンのフィットミーフレッシュティントっていうなんか BB クリームみたいな感じかな、もうこれ1本でベースメイクが完成するっていうやつなんですけど、これを使ってます。私本当ベースメイクをなんか何段階も重ねてやっていくのが本当に好きじゃなくてなんかめんどくさいってなっちゃうんですよね。だからこうやって1本で済ませられるのとか結構好きなんですけど、特に時短したい時はこれ1本で済ませちゃいます。でも本当にこれ伸びがいいので、こうやってちょっと今つけすぎちゃうとちょっとロス、でも焦っていると何か絶対にハプニングが起きちゃうので焦りすぎずに、でも時間は間に合うようにちゃんと準備は終わらせたい。今日はもうこのティルティルのどう塗ってもまとまるパレットでアイメイクはやっていきたいと思います。ただちょっと今日はなんかちょっと春めきたい気分なんですよね。少し春意識した先取りメイクみたいな感じでやっていきたいなっていう風に思っております。まあ、でもとりあえずアイシャドウはブラウン系で、まあ後でどんなカラーものを重ねても似合うように仕上げておきます。やっぱリップとかチークとかが結構カラーものだから、そっちを何でも使えるようにとりあえず馴染みのいいものでやっていきます。なんかこの Get Ready With Me 時短メイク術みたいな感じになってるかもしれない。結構私アイシャドウとかいろんなカラー使ったりするんですけど、アイシャドウにちょっと色があるもの、色があるものっていうか、まあなんかピンク系だったりオレンジ系だったり赤系だったり、まあ、その他のカラーだったりを使うと、なんかチークとかリップもそれに合わせてメイクした方がやっぱまとまり合って綺麗に見えるかなって思うから、全体のバランスを考えなきゃいけないじゃないですか。なんですけど私最近は特にかな、チークをちょっと濃いめに入れたりとかするので、アイシャドウはこういうね何でも合うようなカラーを使っておけば間違いないかなっていうので、考える工程をちょっと減らすために馴染みのいい使いやすいアイシャドウでアイメイクをしていきます。そうだ、この前コメント欄でもあったんですけど、前に私もあれで紹介したか、オフィスサイレンっていう2024年のトレンドファッション予想で私も紹介したと思うんですけど、オフィスサイレンっていうのが今トレンドっていう風に話してたかなと思うんですけど、そのオフィスサイレンのメイクっていうのもちょっと特徴があって、なんか私のイメージでは結構アイシャドウはホワイトとか明るめのカラーをガーって塗って、でリップはめっちゃこう深めみたいな、だいぶちょっとこうセクシーなイメージが私の中ではあるんですけど、そのオフィスサイレンがファッションでもメイクでも結構流行っていて、オフィスサイレンのメイクをやってほしいみたいな感じでコメントしてくださった方がいて、で本当に今私も注目しているトレンドなのでいつかやりたいなって思ってます。前になんかの動画でも話したかなと思うんですけど、ホワイトのアイシャドウってすっごい使うのが難しいなって個人的には思っていて、まあ、外国人の方とかだったらすっごいこう顔に凹凸があって彫りが深いので目元にそういう明るいカラーのせてもなんかいい感じに仕上がるんですけど、私なんてもう彫りがないので、なんかそういうね白とかのアイシャドウ塗っちゃうと本当になんかもうねのっぺらぼうみたいな感じになっちゃうから、そこがちょっと難しいなと思っていて、でもいつかはちょっとやりたいなって思ってるメイクです。フェスサイレン可愛いんですよね。でもなんかちょっとああいうなんて言うんだろう、ちょっときつめなメイクっていうか、やっぱり個人的には好きなのでやってみたい。似合うかな私オフィスサイレンメイク。てかそうだ、なんかちょっと今日目腫れてるなと思ったら、私昨日めっちゃ夜 YouTube のショーツ見てて流れてきた動画見てめっちゃ号泣したんだった。そういえば本当にもうなんか声出すレベルで号泣しました。久しぶりに感動するし、うん、なんかほんと切ない、切ないショートで、ショート1分の動画だと思うんですけど、最長でもそれ見ただけでもすっごいなんかもういろいろ
考えちゃってめっちゃ号泣しました。なんかね、内容的には確か3歳ぐらいの子だった気がするんですけど、その子に、その子の、今でも泣きそうその子のお母さんが天国に行っちゃったっていうのをお父さんが知らせるっていう、教えてあげるっていう、初めて伝えるみたいなショートだったんですけど、なんかなんて言ったらいいんでしょう、難しいけど、もちろんすごく辛いし悲しいし、その3歳の娘さんかなにとってはなんかまだちょっとよく分かんないのかなっていうのもなんか悔しいというか、私そういうのを見ると自分で置き換えちゃったりするんですよね。もし自分の子供が同じ立場だったらとか、逆に私がその子供の立場だったらとか、すごい想像しちゃう人で、想像しただけで本当辛すぎて、そのお父さんもすごいなんか柔らかい方で、なんかこう父としての覚悟というか、その数分だけでももうめちゃくちゃ感動して、もうワン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 泣きましたね。プルの横動画の長いロングバージョンもあったりとかして、それもちょっと飛んで見ちゃったんですけど、ダメ、本当にダメだった、もうずっと泣いてた。本当になんか改めて考えさせられますね。やっぱ当たり前のことって本当に当たり前じゃないし、今のこの人生、私の人生に関わってくれる人とか、なんか人生があることっていうか、本当に毎日感謝だなっていう、会いたい人に会えて、美味しいご飯も食べられて、やりたいことをやれて、こうやってみんなに、まあ、ネット上かもしれないですけど、つながることができてとか、本当にいろんな人にはたくさん応援してもらって、たくさんコメントをもらってとか、本当に全てが本当に尊くて、忘れちゃいがちだけど本当に当たり前じゃないし、私もこの人生24年間生きてきて、結構まあ動画でも言ったりとかしてるけど、なんか感謝をすることが本当に自分の中では一番大事にしてることでっていう風に言ってきたけど、改めてやっぱ感謝するっていうのは大事だなっていう風に思いました。本当になんかいろいろ考えさせてもらうというか、いい SNS の使い方だというか、なんかすごい上から目線になっちゃうかもしれないんですけど、ためになるSNS の使い方だなと思って感動しました。すごく本当、私だったら立ち直れないというか、なんかもうこんなに強く生きていけないなっていうふうに思うんですよね。本当にすごい、本当にみんな強いみんな本当に強い。もちろん SNS 上でしか見れてないから、それ以上に悩んでることとか辛いこととか弱いところとかもあるとは思うんですけど、人間って脆くもあり強くもあり、そう、それでもう昨日は号泣しまくってしまいまして、なんか目が若干腫れています。すごい、でも私ここまで10分ぐらいでやっている、でも油断すると時間は溶けていってしまうので油断はできません。なんかなんだっけ分かんなくなっちゃった。ちなみに私事ですが、もうすぐ誕生日なんですけど、24歳になります。早すぎてどうしちゃったのっていう感じですけど、24歳ってことはもう小学校2回分違う、ん？小学校4回分ぐらいかすごいな、そう考えるとすごいね、すごい長いこと生きてるけど全然そんな実感はない。私の頭の中にある人生はまだ全然5年分とか5年分とかしか頭の中にないかも。しっかり2000年に生まれたっていう証明があるので、私は24年生きてきたんですけど、24歳はどんな1年になるだろうか。去年というか23歳はどんな年だったかな。でもなんかだいぶまだまだお子ちゃまですけど、人生を考えるとお子ちゃまですけど、なんかだいぶ考え方というかもう大人っぽくは少しずつなってきたかなって思います。でもなんかまだ知らないことたくさんあるし、まだまだ成長過程ではありますが、だいぶやっぱ考え方だったりとかも成長したかなって思うし、でもなんかたまにこう私ってこうやって YouTube でいろいろ喋ったりしてるから、その当時の私の考えてることだったりとか発言とかが残ってるじゃないですか、良くも悪くもたまに、ほんとたまにですけど、なんかちょっと、あの動画どういう動画だったっけとか、
思って見返してみると、なんか自分の過去の発言が幼稚だなって思うこともあれば、意外となんか私こんなこと言ってたんだみたいな自画自賛をしちゃうところもあったりとかして、面白いんですよね結構。でもその当時は多分なんかこう大人ぶってたかもしれないですけど、たまになんか見返すことでこういうこと私思ってたんだとか、初心に帰るじゃないですけど思ったりするので、みんなも YouTube もしやってる方がいれば見返してみてほしいなって思うし、じゃなくてもなんか例えば友達との LINE とかインスタの投稿のキャプションとかぜひ見返してみてほしい。結構面白い本当に。なんかその当時やっぱこういうの口癖だったなとかもあるし、だから日記とか書いてる人すごいいいなって思います。私は絶対に続けられない人っていうのが分かっているので、きっと、まあ、日記代わりじゃないですけどこうやって YouTube 見返したりとかしてるけど、日記とかもし書ける人は書いてみたりとかして見るのも面白いんじゃないかなって思います。なんか不思議なんですよ、自分なんですけど自分じゃないみたいな。やっぱ自分の今の自分とその過去の自分で考え方だったりとか言葉遣いとか違ったりするから、そこが面白いんですよ見てて。あ、こんな時代もあったんだとか、逆に気づかされることもあったりするし、面白い。やっぱなんかすごい今日の動画内容濃くない？なんかすごく濃い気がする。急いでありますっていう割にはめっちゃ話してるし、なんか割と深いことを話してる気がします。私なんでだろう、逆に。あの前何の動画だったっけな、前も Get Ready With Me とかだったかな、ピアノを買ったって言ったじゃないですか。もともとピアノ習ってて、久しぶりに実家で弾いてみたら楽しくなっちゃって、自分のお家にも電子ピアノを迎えたっていう話をしたと思うんですけど、まだね楽しく続けてます。よかった本当に、1日2日で飽きなくって。本当に私って分かんないんですよ、自分のことがいつ飽きるかいつハマるか分かんなくて、でも思い立ったらすぐ行動しちゃうタイプだから、ピアノもね速攻で買っちゃったんですけど、本当に続かなかったらどうしようと思ったけど、今のところまだ続いてるのでよかったです。ちなみに私弾けるようになったピアノがあるんですよ。あ、そうだ、これねちょっと紹介したい。前あの新製品発表会にご招待いただいて行ってきたんですよ、バイオアの。これめちゃくちゃ可愛いです。なんかグロースティックっていうチークとかアイシャドウとかに使えるやつで、カラーが本当可愛くてこんな感じで、結構みずみずしいので伸びもいいし、春っぽいカラーでめっちゃ可愛いんですよね。これをちょっとチークに使っていきたいと思います。ただちょっと発色は人それぞれ肌の色とかあるので一概にも言えないけど、結構ナチュラルめかなって私的には思うので、割としっかりつけていってもいい気がします。あとあんま伸ばしすぎない方がいいかな。でそう、弾けるようになったやつがあるんですよ。言ってないよね私多分これ。あの、ま、あそう、前は伴奏、ピアノの伴奏もともとやっていたから、こう合唱曲を練習してるみたいな、コスモスだったっけやってるみたいな感じで言ってたと思うんですけど、コスモスはちょっと一時中断しまして、意外と難しかったんですよね。そう、中断しちゃって、新しくねこう練習してたやつがあるんですけど、バウンディの怪獣の鼻歌っていう曲がすごい好きで、あんまり普段 J-POP そこまで聞く方じゃなくて、流行りとかにも疎いんですけど、めちゃくちゃ怪獣の鼻歌すごい好きで、それをちょっとやりたいと思って、だいぶ弾けるようになりました。だから最近はもうそれをね、いかにもっとブラッシュアップできるかを頑張ってます。まだそんな完璧じゃないし、全然間違えるし、スラスラ弾くのもちょっとまだできてないけど、でも今はそれをね頑張ってます。別に発表とかしないですけどね、何も。ただの趣味、ただの趣味でやってる。こんな感じ、ちょっと分かりづらいかな、カメラだと。若干ほんのりピンクって感じで、グロースティックのタイプなのでツヤ感がすごいですね。ツヤ感がすごい出る。でもやっぱなんか趣味があるってだいぶなんか QOL が違う気がします。私はこうやって自分の家の中でできる趣味ですけど、じゃなくても何か趣味があるって、それに没頭する時間だったりとか、なんか何もない時間がその時間に変わるだけで結構充実する気がするので、やっぱ楽器とかって楽しいですよね、弾けるようになると。リップはどうしよう、どうしようかな。今日は最近お気に入りのリップを
塗りましょうか。最近私このメイベリンのスーパーステイビニールインク120番、この色もそうですけど、このビニールインクに結構ハマってて、スーパーステイマットインク私ずっと使ってたと思うんですけど、こっちのビニールインクはちょっとまあツヤがあるっていうか、なんて言うんだろう、保湿タイプというか、より乾燥しにくいタイプで、で落ちにくさは本当にこのマットインクと同じぐらい落ちにくいし、これがすごい良くて、やっぱあれってすごい落ちづらいけど乾燥も気になるっていう方結構いたりしたので、乾燥気になる方はぜひこっちを使ってみてください。ちなみに私はこの120番が一番お気に入り、あとは60番とこの130番も持ってるんですけど、60番は結構ピンク味が強くって、120番はもうちょっと色が濃い赤系の色になってます。もう120番は結構ちょうどいい感じのヌーディーなピンクカラーで可愛い。めちゃくちゃ意外とね、このビニールインクはパッケージのこの色はあんまり私的には参考にならないかなっていう気がしてます。割とつけてみると、あ、なんかちょっと印象違ったっていうのが多いので、テスターとかがあればいいですけど、あんまりこのパッケージ通りの色っていう感じではないかなって個人的には思ってます。よし、じゃあメイクはこんな感じでできました。すごいね、やっぱこのツヤがすごく綺麗に見えますね。じゃあ髪の毛やっていきます。今日はもうほんと簡単にこの8人分けぐらいの前髪に、とりあえず止めとこうか。うわ、なんか産毛がすごいに後ろをまとめてここ団子にしちゃう感じで、今日はローお団子でやっていこうかなと思ってます。先にじゃあこのハウジーのワックス、ワンワックスで整えてあげて、この私ワックスっていうかスタイリング剤、ずっとなんかいいのないかなって探してるんですけど、ありますか知ってたら教えてほしい。こういう感じでちょっとタイトに分けた時にピシッと髪の毛が止まってくれるというか、アホ毛とかもあんまり出てこないようにしてくれるような何かスタイリング剤を知ってる方いたら教えてください。なんか私今すごいあれだ、美容院に全然行ってなくて、本当に最近ずっと髪の毛暗めで落ち着いたカラーだから、伸びてもあんま分かんなくて全然行ってないんですよね。前まで1ヶ月に1回ぐらい行ってたのに最近全然行けてなくて、やばい本当に。髪の毛結構やっぱトリートメント毎回してもらったりしたから、最近ちょっとパサつきが気になるようになってきちゃいましたね。毛先とかめっちゃ私ブリーチしてたから、今までずっとちょっとパサつきが大変です。え、なんかすごいさ、今日なんかすごくない？なんか違くない？わかんない、ちょっとどうしよう、なんか今日違う気がする。なんか今日違うけど、ちょっとこのままやってみるか。一回縛ってやるお団子でやっていきます。ちょっと時間が本当に間に合いそうではあるが、油断禁物です。めっちゃ髪の毛が切れちゃっている。これで止める。え、なんかこれいけてますか？いけてる？なんかさ、前髪のなんだこれ、分け目かな、がなんか違う、いつもとなんかすごい今日不自然な分け目じゃないですか。なんか何、何なの、一体どういうこと、アホ毛がすごいのかな、なんなの本当に。こうさ、急いでる時に限ってうまくいかないの、本当に試練与えてくる、本当に試練与えてくる神様。何の話、目の腫れかな、それかなんか今日ちょっと脇目かな、やっぱ脇目の問題かしら。もうちょっとこっちから持ってきちゃいよっていう感じで、どういうこと、あ、わかんない、あ、ちょっとどうしよっかな、もうこうなった場合は緊急措置、
あんまり考えていなかったんですが、どうされましょうか。やっぱオールバックですかね。オールバックにしようかな。ちょっと一旦考えます。はい、ということでちょっと考えた結果、やはり、オールバックにするという結論に至りましたので、はい、オールバックにしていきたいと思います。結局時間がない時とか、あ、どうしようどうしようってなっちゃった時はもうこのオールバックにつきます。どうとでもなるので、今日はちょっとお団子バージョンにしていきます。でもアイロンも通す時間がないので、ちょっとコーディネートがちゃんと取れないかもしれない。高めの位置でお団子にしていきます。今日はこのネックレス、これあのアベマの新作のセレクトアイテムなんですけどをしているので、結構これがインパクトあるから、ピアスはしないでいこうかなって思ってるんですけど、どうしようかな。髪の毛こんだけアップにしたから悩む。こんな感じかな。ハゲが目立ってしまっている。 OK、 あとはコーディネート紹介していきます。はい、ということで本日の香水は前紹介しましたがタムダオです。ちょっとなんでこんな時間ないのにいつもやらない香水紹介とかしてるのかよくわかりませんが、本当あとガチ10分もないぐらいで出ないといけない。今日のコーディネートを皆さんに紹介します。はい、本日のコーディネートです。これにですねこのレザーを羽織ろうと思ってるんですけど、まずシャツが、これあの古着屋で買ったシャツです。バナナリパブリックだったかなのシャツで、なんかね、あ、落ちた。赤と青、茶色、白かなのピンストライプのシャツに、この、ワンピ、H&M のワンピです。チュールのホワイトのワンピ、キャミのワンピにここにリボンがついてて可愛いんですけど、これにこのカラータイツ、前トレンドの紹介で気になるって言ってたカラータイツですが、今日はちょっとグリーンの、ライトグリーンのこんな感じの、これ二重デニールだったかなのタイツ。ブーツはこれは前のアベモアのセレクトのやつです。このバッグがブルマリンのバッグで、アウターはこんな感じです。ライダースのジャケットなんですけど、これがファノステディオっていうところのレザージャケットです。今日のアウトフィットはこんな感じ。ちなみに中はこれあのブルマ履いてるので大丈夫です。はい、こんな感じ。ということで皆様申し訳ございません、この後ですねカメラの充電が切れてしまって、映像はここまでとなっております。バタバタで時間もなかったんですが、無事に、待ち合わせには間に合いました。ということで今回はこんな感じで Get Ready With Me を撮っていきました。こんなね終わり方になってしまって本当に申し訳ないんですが、楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。